なんですけども、フロントのサブフレームを交換して試乗に行こうと思ったら、バッテリーのランプがついたんで、バッテリーをですね、まあ、とりあえず充電してみたんですが、ランプ消えないんで、バッテリーじゃないなということで、エンジンはまあかかるんですが、バッテリーと、まあ、バッテリーを充電するオルタネーターという部品があるんですが、まあ、充電するための装置とバッテリーどっちが悪いか、まあ、テスター使って測ってもいいですが、単純にそういうのがない場合にちょっとね、簡単な見方をご紹介します。エンジンがかかっている状態で、まあ、とりあえずエンジンかかるところまで充電しなきゃいけないんですが、この状態でバッテリーのマイナスを外してみます。今エンジン止まっちゃいましたね。こういった感じでエンジンが止まってしまう車っていうのは、もうバッテリーではなくオルタネーターの方に原因があると考えられますので、で見た感じちょっとアルミのもう腐食具合からして、まあ変えた形跡は全くないので、まあおそらく一度も変えてないのかもしれないんですが、年式的に20年超えてるのでね、まあ中古のもので結構ですということで言われたので、程度のいい中古にこれから交換してみようと思います。これからバラしていくんですが、エンジンルームよくこう工具をねの置き場に困ったりすること多いんですけど、いちいち取り行くの大変なんで、私はあのフロアマットでこう縁があるこういうタイプのフロアマットを使ってます。でゴムなんで、あの電気的なねこうところに接触しても問題がないのと、まあ、傷つかないっていうのもあるんですが、なるべく見栄えのいいものを選んだ方がいいですね。結構これかなりね重宝して、フェンダーなんかはフェンダーカバーつければいいんですけど、まあ工具の置き場ですね、本当ね、おすすめです。オルタネーター上から取れるなと思ったら、ラジエーターのねホース通っちゃってて、ここダメですね。水をちゃんと抜いて、ホース避けてやらないと上からうまく抜けないですね。抜けた。まあ中古に結局買えるんでね、程度のいいものを見つけてきたんですが、中古のものだと時々ここフーリーが錆びてるものがあるんで、これだけこのままつけないようにペーパーをかけてあげるんですが、フーリーの研磨に、こういった電動インパクトなんかよく使うんですけども、まあ、これをボックスにボックスつけてですね、こう回転させればいいだけなんですけど、80番でさーっと粗く研いで、最後180番ですね、僕はね、まあ、このくらいでいいと思います。まあ、そんな鏡面にする必要はないと思うんですけども、
ある程度段が落ちてればいいと思います。感じですね。このままつけてしまうとプーリーのね、あのベルトが当たる部分はこう常に削られて錆びないんですけど、ベルトが当たらない部分がかなり激しく錆びちゃうので、まあそんなしっかりしたものを塗らなくていいんですが、錆止め程度なんでスプレーでもいいと思います。こんな感じですね。まあそんな真剣に塗る必要はないんですが、パッと見栄えが悪くない程度に、ね、で一応つや消しの黒で塗りました。一応エンジンはまあすんなりかかったんで、先ほどと同じようにマイナスを外しています。先ほどはこれで止まってしまったんですが、充電がちゃんとできている車っていうのはですね、バッテリーつけるつけない関係なく、エンジンは、そのままかかり続けるので、まあ、エンジンもしね、急激に回転が落ち込んだり、止まってしまうようであれば、オルタネーターの、可能性は非常に高いです。今回の作業はこれで以上です。あとランプを点検しないといけない。OK ですね。今回の作業はこれで以上になります。